違うかなって思ってたんですけど、はい、そうなんですね、はい、それいつも4人でやるんですね、自分含めて。そうなんです、ね、自分含めて4人でやるんですが、1人はいらっしゃる。今電波でラジオを中継の女性のアナウンサーの方がスマートフォンでも聞くことができる、退職されて、それ急遽男性のアナウンサーが面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。その方は NHK から来られた方で、どこにいても会員登録はい、それで福井の NHK から送られたって聞きましたね、この男性の方は。それで女性の方はどこかの記者さんからアナウンサーまで来て、それであと元アイドルだったポケモンさんと自分という4人でいつも、なんかそんなお友達ですよ、元アイドルのような、なんかそういう感じはしました。タロキンストリオの後に出てきたアイドルの方、まもなく番組になります。